大阪日本橋の DJ スクール IDPS 大阪校が4月5日20年を迎えます。 IDPS 大阪校は当時68歳と6歳の DJ を輩出したことで注目を集めました。そうですね、毎日が印象的な、楽しい DJ スクールなんですけども、まあ、中には一番ちっちゃな子の樹くん、まあ、今は6歳なんですけども、まあ、ギネスブック取ったりであったりとか、最年長の大隅さん69歳ですけども、まあ、今毎月レギュラーパーティー持ってたりとかされてますし、まあ、卒業生の皆さんは実際現場で、今も活躍されてますし、まあ、最近はちょっと海外からの来校者も増えてきてますので、思い出はたくさんあります。はい、IDPS 大阪校には日本に限らずハワイや香港、フィリピンなどから100人以上の生徒が訪れました。現在は15人が在籍し DJ の練習に励むほか、多くの卒業生が関西各地で DJ として活躍しています。2周年を迎えて、より、学べるスクールを目指していきたいと思いますし、海外との DJ スクールとの交換留学も進めていきたいと思っております。で、また